埼玉トヨペット。予選アタック行ってからすぐ無線でちょっと電源系で入るよということだったら、もう少し詳しく教えてください。ブレーキング側でなんか接触が悪いのかちょっと何か原因は分かんなかったんだけど、とりあえずブレーキ側前に荷重行くと電気が止まっちゃうんだ。だからパワーステッキがあって、なんとかね時間頑張ってギリギリで出したんだけど、ただちゃんとした原因掴んでないから、まだこれからちゃんとチェックしないと。だけど良かったです。あのままピットで終わりかなと思ってたから、これがレース中じゃなくて本当良かったですよね。ねえだからこれ、まあ今日時間あるから予選終わってからね、一回ちょっとその辺の、まあ、配線系全部チェックする時間はあるからね、だからそういう意味では良かったと思います。原因が頑張ろうトヨタのサービス、あ、頑張ってます。
YouTube も出ました。吉田選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今回の仕事はちょっと短かったですけど、まあとてもクレバーだったんじゃないかなと思います。そうですね、抜けるところがあれば無理するつもりはなかったんですけど、まあ、抜けるチャンスがあって抜いて、であとは前走ってた上のクラスとやっぱストレートの速い遅いとかいろいろあるんで、そこら辺もうまく処理できてたんで、まあ最低限の仕事はできたかなと思います。はい、お疲れ様です。吉田選手がショートで、まあ、ロングになるだろうと思って走ったと思いますが、非常にまとまった走りだと思うんですよ。いかがでした？そうですね、自分的にはもう少し平均的にラップタイムを、まあ、タイヤも新品だったので上げられる予定でいたんですけど、ちょっと思ったよりも多分ローンなのか、まあ、周りも皆さんいろいろ走ってるんで路面状況もあってからタイムがあんまり上がらなかったんですけど、まあ、ピットの、ね、タイミングも良くて他の車よりは若干マージンありながら、まあ、走れてたんで、まあ、自分なりにも落ち着いては走れたかなと思います。まあ、あとはチェッカーまで祈る のみですね。できる策は全部やったと思うんですけど、相手の燃費とまたタイヤの摩耗が非常にいいっていうのがちょっと今回のレースでは、まあそういう感じでしたね。まあしょうがないんですけど、タイヤ交換しても30秒前に出れたんで、まあ、あの時する正直しようかなと自分の中では思ったんですけど、まあ、ドライバーさんには無交換で65秒前です、タイヤ交換しても30秒前です、ただまあいろんなリスクだったりとか、まあ、残りのギャップを保って最後まで行こうというところが想像以上にペースが悪くて、結果的に行かれちゃいました。次まだ指示ありますんで、この後またいい方向へ。はい、頑張ります。モータースポーツの活動をやられてみて感想一言お願いします。なかなか大変でした。モータースポーツやった後に通常業務って何か皆さんに伝えることとか何かインフォメーションって出してるんでしょうか？そうですね、やっぱり時間の管理とか結構レースの世界ってシビアだと思うんですけど、まあ、日常支店の方でする仕事も、まあ、お客さんを待たせたりとかする仕事ですので、約束の時間にできるように後輩たちに伝えて
レースの方の、まあ、お仕事っていうのはいかがでした？振り返って。選手の方と直接関わることができるので、ヘルメットを受け取ったりだとか、あとはいろんなところのケアだったりとかさせていただいたのはすごいいい経験だなと思います。普段の仕事で気をつけてることとかで何があれば教えてください。お客さんをしっかりと見て、どこにいるかだったり把握しなきゃいけないことがあるので、そういうのもしっかり考えながらいつも行動しています。うん、でもそういった普段の経験が今回の活動に生かされたんでしょうね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、3時間、2コーナーでいろんな声を聞きましたけど、振り返ってみていかがでしょうか。はい、まあ、クラウン初年度なので、データがないってこういうことなんだなと思いました。あのタイヤの落ち幅、タイムの落ち幅とかがやっぱり分かってなかったので、そこが全てだと思います。まあ、でもシリーズ考えてもまだね、この後残りが3つありますので、まあ、取り返しはできるんじゃないかと思いますね。まあ、さらにそこから先は5時間なので、余計にいろんなトラブルも起きやすいでしょうし、得点のポイントも、ね、通常よりも多いですし、何より平沼さん戻ってまいりますので、はい、体作って待ってますよ。はい、やっぱり平沼さんいないと勝てないなと、このレースだっていうところを、それをぜひ見せてやりたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしくね。